漫才のコンビ別れから早1ヶ月が経ちました。次の舞台は2007年1月10日のマグナム北斗さんのトークイベント暴言大賞で、前説の時間としてネタをさせてもらうことになりました。それでも前説の時間が終われば後ろで無口に座っているという主催マグナム北斗さんには、お前の出てる時間の方が俺よりも長いやないかと言われ、ありがたいですけども、次のイベントは何をしよう、一人で何かやるしかない、迷っていたら僕の師匠太平四郎は言いました。うちの近所にある池がある。そこは一周約1キロメートルある池や。迷ったらそこを10周走れ。どんなに疲れても決してやめるな。必ず走り切れ。何かが光明のように指して、きっと何かが見えてくる。今週は金曜日が休みだ。極限まで走ってみよう。で、金曜、雨がどっぱどば降ってたんですよね。わしはそういう男や。そして金曜日、師匠の住んでいらっしゃる手塚山万代池の周りに走りに行きました。行ってこい高田、必ず走り切るんやぞ。まず一周、絶対に歩くもんか。二周目、むちゃくちゃ速いじいさんに抜かれ、追いすがるもあえなく失速していく。3周目、歩く。4周目、しかしこのままでは意味がない、たとえ遅くても走り出そう。5周目、頭の中で歌を歌うと気が紛れ、まだ走れる。6周目、自分との戦い、歩くか走るか。7周目、恐怖。8周目、あのじいさんはサイボーグだ。9周目、ばあさんだった。10周目、ラストスパート。走り慣れないので足が痛くなってきたが、この1周だけは速いペースで走り切る。風になって、俺はディープインパクトだ。走り切った、完全燃焼だ。何かが見えた、そんな気がする。どうや、何かが見えてきたやろ。はい、すごく達成感があります。ネタ浮かんできたやろ。あ、はい、そんな気がします。何も思い浮かばん。